今回も宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆうです。もう今回調子に乗って、いっぱい動画撮ってます。もう今日が気持ちよすぎてで、今日は意識の拡大についてお話ししたいなと思います。で、今日もちょっとマイクがないのでちょっと聞き取りづらいかなと思うんですけど、ご了承ください。で、意識の拡大っていうのはどういうことかっていうと、私も結構幼少期からなんですけど、人に頼るのってすごく苦手なんですよね。だから自分でどうにかしようってずっと思ってきてたんですよ。で、20代ちょっと前に上げた動画にもで話してるんですけど、20代人間関係がめちゃくちゃうまくいかなくて、でそれなぜかっていうと、自分に自信がなくなったんですよね、一気に。でやることなすことうまくいかない時に、あ、自分って価値がないなって思って、それの負のループに入ってしまって、でそこから例えば、周りにいる友人たちとか職場の人とかは悪い意味で言ってないのに、あ、私を責めてるとか、あ、私がいけないっていうことを言ってるんだなとか、例えば他の人のことを言ってるのに、あ、私もそれできてないなとかって言って、もうビク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 しちゃって、で自分のもうエネルギーというかが、もうエネルギーがシューって縮こまって、もうこんな感じになってたので、本当にやっぱりもうエネルギーカツカツな状態だったんですよ。でそこからちょっとずつちょっとずつ自分のセルフイメージを上げてったりとか、まあどんな自分でも OK っていうのをちょっとずつ出すようになったんですよね。だからよく失敗もしてるし、やらかしたっていうこともめちゃくちゃたくさんあるんですけど、でやらかしたことについてはやっぱりこう、あ、ダメだな、次はじゃあ自分ができないんだったら誰かにお願いしようとか、次はこういうこと気をつけようっていうところを気をつけたら、あとはもう仕方ないじゃないですか。悩んでも、ケロッとしてても状況も変えれないので。でもその周波数で言うと、あ、ちょっとやらかしたなって思っても、あ、じゃあ気をつけようってなって、で切り替えた方が次の展開、だから今っていう瞬間しかないので、次自分この瞬間でこう切り替えると次からの展開がまた変わっていくんですよ。なのでそんな感じで、ちょっとずつエネルギーを拡大させていったんですよね。で、で実は、この世界っていうのは、自分自身だけで言うと、例えばパーセンテージで言うと多分本当に 3% とか 5% だと思います。で私もセッション中とかいろんな場面で、感じるのは、見えない存在とか、例えば、友人たちとか周りにいる人を頼れっていうのが来るんですよ。これ苦手なんですけど、めちゃくちゃ。なので私も今トレーニング中ではあるんですけど、それどういうことかっていうと、自分の世界は自分で作ってるので、ってなった時に、自分だけの力を発揮する、だから自分私だけでやるってなると、自分の全身が自分の世界全てだとすると、ここだけしか使ってないことになるんですよね。もう私だけで頑張るってなったら、ここでどうにかこうにかこのすごい大変な、こういろいろゲームの中でもう私だけの力でやっていくってなるとこんな感じなんですよ。でもじゃあ、見えない存在とかそういったものがその近くできなかったとしても、でもご先祖様に守られてるなとか、きっといてくれてるんだろうなとか、そうやって、あとは私の周りには助けてくれる人たちがいるとか、だからその一つの物事に対して一人で挑もうとするとこれぐらいの力しかないんですけど、そういったいろんなものたちと一緒にやっていこうって思ったら、それって力が発揮できるようになるんですよ。なのでこれって例えば、人に頼るっていうのは自分の力がないからっていうわけではなくて、自分の長所、この出っ張ってるところが長所だとすると、へこんでるところっていうのはあるんですよね。ってなった時に、へこんでるところに誰かの長所がこうやって当てはまるんですよね、綺麗に。だから
そうやってなった時に次は何、物事をやっていく時に、自分の短所と誰かの長所が合わさった時に相乗効果で面白いことが展開できるんですよ。だし、相手の人の長所を生かすっていうことにもつながるんですよ。なので本当にそういった人にお願いするとかっていうのは大事だなっていうのはあります。それを、エネルギーで感じても、自分のエネルギーってちょっとだけど、そのいろんな人たちに助けてもらうっていうことは、エネルギーが、多く使えるっていう感じなんですよね。違うエネルギーも使える。で、それは、エネルギーを奪うっていうことではなく、共に、想像するっていう感覚。だから相手にとっても、例えば私のエネルギーと合わさることによって相手にとっても面白いことが展開できるっていう感じ。だから相乗効果というか、ハーモニーとか調和みたいな感じになります。なので、そうやって、意識を拡大させたりとか、誰かと何かをやっていくっていうのもすごく面白いんじゃないかなと思います。で、例えば、職人気質の方とか、今ちょっと浮かんできたのは青龍さんがついてる方とか、あとまあちょっとシリウス系の人とかっていうのは、シリウス全員じゃないんですけど、ちょっとシリウスのちょっと種類タイプが二手に分かれるんですけど、それのちょっと技術職というか、そういうマニアックな専門職が得意な方に関しては多分めちゃくちゃ苦手だと思うんですよ。そういう人にと頼るっていうのは。でもそれはその多くの人と携わるっていうことではなくて、ただ本当に心が通じ合う人にお願いする、得意な人にお願いするっていうのが、例えば、自分が専門的なことをマニアックにやるためにそういう人の力を借りるっていうのもすごい大事なんじゃないかなと思います。そうすることによって、例えば物を作るのが得意な人は物を作るのに専念できるし、で例えばそう商品を売ったりとか販売したりとか、誰かとお客さんとのやり取りっていうのは得意な人にお願いして、でそれで相乗効果でうまくいくっていうこともあるので、これについてはその意識をちょっと広げて考えてみるっていうことで、ちょっと今日は一つのアイディアとしてお伝えします。でこれから私もうやりたいことがたくさんあるので、なんかもう悲しいくらいに、もう悲しいくらいにっていうか、いやもう自分の実力だけでは絶対にやれないこととかがやりたくなっちゃうんですよ。例えば本当になんかもう福岡県の本当に田舎に住んでるのに世界を変えたいって思っちゃうし、チャネリングする世界にしていきたいって、みんながチャネリングを楽しくやって調和の中で生きていけるような世界にしたいって思うし、あとは子供たちが才能を発揮できるような世界にしたいとか、もういろいろあるんですけど、結構大きいものが多かったりもするんですよね。そうした時にきっと私はいろんな人たちと関わり合うことがやりたかったこと、この地球でやりたかったことでもあるし、わあ風が気持ちいい、はい。なのでこれからも私もちょっと学んでいくことになるので、気づきがあったらまたシェアしていきたいなと思います。はい、ということで今日はちょっと短めなんですけど以上です。本日もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。